った情報を聞きつけまして、早速やってきました。完全にまあこれはもう深谷専用だと過言ではないと。この辺に挑む人は多分少ないと思うんで、はい、まあ、どんなもんが入ってるのかちょっと売り切れまでやってみようかと思ってます。せいやさん用意しておきました。500枚用意してるんで、まあ、おそらく50枚あれば多分大丈夫だろうと。まあ、さすがにこれ1ボックス70個ぐらいカプセルが入ってるんで、うん、行っても多分30万ぐらいかなとは思ってるんですけど、まあまあまあ、一応念のため用意してみました。一応なんか張り紙みたいなのが貼ってあって、最後のカプセルを獲得されたお客様へこちらのポップを剥がしてくださいと、お店から大事な電話がございますっていう風に書いてるんで、全部これを売り切れした後これを剥がしてくれる謎のメッセージがあるんで、まあ、これもちょっと気になりますね、かなり、はい、どんなことが書かれてるので、原因ですけどもノーケース覆ってるんで何が入ってるか分かんないんですよ。正直結構えげついですけど、回していくしかないですね。とにかく回していってどんなものが入ってるか、まあ、言っても1000円だけの大当たりがプレイステーション4とかなんで、3000円になるとそれより上が来るのか、それともプレゼンの方とか大量に出てくるのか、ああ量が増えてるか、量が増えるのか、どっちなのかっていうのも気になりません、ね、はいはい、今から回してくれると思います。では行きますか。1枚目購入で、あの外れも気になるけど、まあまあまあ3000円の外れやもん。 あんまりやらないかと、闇深いな。ワンプレー3000円はちょっとやばいな、ね、でも何が出てくるの3000円、それすごい疑問なんですよ。外れ枠って今まで大仏とかやったけど、はいはいはい、今回もそういうの入れとんか、それとも全く違うのかっていうところが気になる。いきます、1発目。おっ、えすげえ、何見て、うわソフトソフト入ったけど、普通に洋画落ちてる元祖、まあ、定価で言ったら5000円ぐらいやん、多分やったことあるし元祖。おマジかすげえな、もう一発目から、もう一発目からこのレベル、あやっぱ違うな3000円ガチャすげえな。言うてもどうかな、しかも自分でぼったくりガチャや言うてパクっとるからな、これも完全に。これが小当たりってわけやから、おそらく。いやそうやな、これがこれまでで大仏枠やから、多分全然しゃぼくないもんな。やばいな、ここが末端って考えたら3000円で夢あるな。こういう時3000円ではないことがちょっと膨らまれるな。3000円やっぱ音せえへん、毎回多分これこっち系やわ。いきます、ドン。過去に俺がやったゲームが大量に出てくる。ほんま妖怪ウチ2といい、ジョーカーといい、やばいな、ゲームソフトなんや。そのゲーム実況時代をちょっと思い起こさせるかのような、このレベルで出てくるから、まあ、3000円払ってもそこまで損した気分にはならない、まあ、ならへん、まあ、現状ね、3回目ぐらいで終わったり今回は言われたら、もう俺これ9000円。おっ、何これ、え FC ゲームボックス2、これ色しかも違うくない、確かに、まあ、ほんま色ちゃうってことは、これちょっと大当たりかな、あれ、えやだよ、感想これ見て、うわこの感触した、打った時に感じるこのこれ、はい、こんなところに、いやまあないんちゃうね、さすがに、うわこれいらんやろこれ、うわここは生活の時はお世辞言ってたけど、ゴミやでこれ言っちゃないけど、可愛いけど3000円でこれ出てくるってやばい、絶望やろな、絶望やろ。おあパズドラ、あこれもやった俺、あほんまや、パズドラのマリオエディションやこれ、俺これやったわ、途中で時給やめたんや全部網羅したのかな、もしかして、これ、ほんま過去にやったやつが入っとるの、これ、お前待ってくれ、これこれあかんやろ、え同じな人だぞ、これ、うわー、ここで声優できたか、声優できた、そう、ただ今の最初期のヨーカウチ、俺これ実況したで、でも過去したからな、俺これ懐かしい、これミラクルグッチがヨーカウチやっとってパクってやったやん、これいきます、じゃあ、お俺こんなやった方がったっけ、マリオ VS ドンキョン、絶対いないと思う、いやだからやっぱ偶然やったやん偶然じゃ、俺が今まで自覚してたたまたま出てただけで、そうじゃないのもあると、それはちょっと悲しい、まあ大当たりって大当たり来て、あ、どうも、あれなんかいつもちゃうの、ええうわっ、えあったいっか、これゲームボックスミニ、まあでも一応何個かこういう前の点が名残も入ってます、はいはいはい、ギルド0番、まああんま聞いたことないですね、このゲーム、そう俊足目指せ全国最強ランナー、ちょっとこれも聞いたことないな、中身は何でしょうかと、おテイルズ・オブ・ザ・ワールド・レイブ・ユナイティア、まあ多分、まあ、テイルズ作品の一つですね、おうわまたこいつか、うわーかぶった、まあ、かぶりましたね、おーヨーカウチ本件、もうこれ、ね、全部揃うんちゃうかな、これヨーカウチ、おお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 えうわっ、うわこれやばい、シークレットレアチケット、このチケットを引いたお客様は直ちに店長をお呼びください、うーわ何やねんこれ、大当たりやで、しかもこれナンバー002ってことは1があるってことだ、これ多分超大当たりやで、多分これ今現在4万8000円目かで、これ出てきました、はいはい、だからおよそ5万円使ってます現状、これが何かってことやな、ポイントこれめっちゃ気になるな、まあ、残ったこれは、あーモンスター、はい、あーシアトリズム、これやっとったね、名人が懐かしいな、はい、おダービースタリオンゴールド、まだゲームソフトは DS 系のゲームソフトが基本的に小当たりとして入ってるの、さてあの怪物が見たら、これはスイッチや、スイッチ、あほんまや、新作やマジで、ほんまや、今人気のやつや、多分これ高く高いで、ね、5000円ぐらいすると思うで、多分、はい来ました、ザ・密室からの脱出アーカイブス、何これ、はい、おあ何個入っとんねんこれ、こんないるこれ3つ目やろ、
わ、何これ。世界名作童話、親子で読めるゲーム絵本プリンセス編、まあ、ちょっと女の子向けのやつかな。ガチというのは本気です。はい、はい、ガチこれ謎。お、コミドクだ。あのフィギュアのやつだな、たまに気持ち悪いのチンクルみたいな顔したあれのゲームやな。ちょっと子供向けのやつ来ましたね。絵本、まあ、多分これ DS のゲームだと思います。何これ。小林が可愛すぎて辛い。なんだこれ。小林、お、モンスターだ。ほいほんまや。ハローキティ、まあ、もう完全女性向け。あ、そうやな。もう結構ちょっとなんかゲームソフトばっかりやってきたな。なんか新しい風に来てほしいな。これね、アーカイブいや、また同じ3回目ちゃう。新しいアトリエデコラドールコレクション多いな。またやね、これ。はい、プリンセス編後半方ポスト、もう結構俺どっぷり使っとうかな。おお、このタイミングでこいつ、うわこれ緑。お、あ、お、これバイオハザード7やん。グロテスクバージョン。もう当たりですよ。ひとつかモンスターの方。ああ、ひよこ、きつい。もうまたひよこやん、完全に。うわ、もうこれアウトやな。見てこの光方。おお、びっくりした。うわー、うわー、これさ結構続いとるよ。何匹ひよこ入れるの。おお、俺の大好きな漫画トリコ。おー、トリコにゲームあった。連載終わったからな。それが悲しい。こい、あー来ました、新しいゲームボーイ。なんでゲームボーイ。後半、横戸原稿にやられとった。闇やで、完全にこれは今。あ、モンハン4。これで3人プレイまで可能ですね。うわー、モンハン4、4つ目。これでまあ一応もう、マックス4人プレイいけますからね。何個あるのこれ。あー、トリコね。うーバリスト。さすがにかぶり出したな、もう。いや、熱いな、もう。おぉ、うわ、入ったやっぱ。ニンテンドースイッチ。うわー、大当たり。初めての黄色ですよ、背景。うわ、黄色やったな。初めて出ましたね。うわー、5人プレイ。モンスターだ、フォー。もういらっしゃる。あー、シアトリドラゴンクエスト。おー、ゲームボーイ。おー、カイウォッチ。きつい。おー、え、え、お、すげえ。ニューニンテンドー 3DS LL。 うわ、うわ、これもくる。やっぱ違う、1台からここまで出れん。すげえな。まあそれは3000ガチャだからちゃうな、やっぱり。ビエスはあるやろ、多分。あー、ヒヨコ。ここでか。ヒヨコ図鑑発売してくれ。うわ、え、おー、え、え、おー、プレイステーション4グレーシャーホワイト。しかも1テラ1500円のところ倍。スイッチ 3DS LL プレイステーション4。やばいな、これは。しかも結構パンパンパン出たな。出とんな、かなり熱いですね、これは。おお、最新作品マリオカートデラックス。あ、もう最新や。まあ、これ最新のゼルダと同じですね。最新作来ました。まあ、これも当たりやな。あ、ダミサリオウォッチゲームボーイ。あー、ゲームボーイ。おお、え、来た伝説のシークレットチケットナンバー001。うわ、来ました。これね、ほんま気になるわ。これめっちゃ気になるな。大当たりの大当たり、これは一番の大当たり。かなり気になりますね。他に当たりあるんかな。このなんか出尽くした感はあるけど、じゃあこれ以上があるのか。はい、トリコ、シーボックス。いやもう残すのこんだけですよ。いやもうだいぶ減りましたね。お、ガチ汁ブシャー。スラッシー VS ドラゴンズ。何これ、何これ、何やこれ、すごいね、マジでマニアックすぎ。まあでもほとんどがこの作品を知らずに死んでいくやろ。いやもうついに4つ目の玉に気をつけるという。いやすごいな、これ30万終わったそうですからね、これ。30万の大台を突破して。30万終わったらやばいよ。普通の生活のそれ3倍分ぐらいなんかと思ったら、それ以上に、はいはいはい、だいたい生活で8万ぐらいで売り気になるんで、まあ、ほんまこれ50万を持ってきてよかったなっていうレベルで。いやでもこれ刺激の強い気になるな。じゃあしてまう。おお、うわ、え、お、マジで、え、うわ、マジこれ、これやばっ。アルティメットシークレットレアチケット、え、あるん、ほんま、え、マジで、え、すげえな、これナンバーゼロ、これやばい、え、これすげえな、アルティメットシークレット、こんな用意しとる、なんなのこれ。究極体やな、究極体やな、超究極体やな、これ。なんなのこれは。まあでもこれシークレットだけ聞いたのに、このアルティメットなんなんや。まあそうだ、シークレットの時点でプレステ4より上やもんな。そうやね、そうやね、そこやね、それプラス、そのさらに上、そこやね、ポイントはなんなんていう謎やな、ほんまに。え、なんなんや、ほんま気になるな。この最後の最後出てくるから考えてやるな、やっぱり盛り上げてくれるな、やっぱ最後の最後の。アルティメットシークレットはいかついな。あー、やばい、さすがもうこの上はないか。ねえ、いや、多分アルティメットは誰が落とせたと思うね、これは。いや、そんないって、それ絶対。おー、あと2個、あと2個、ラスト6000。あ、またひよこや。もうラストでひよこ、これ連発きついな。ラスト、もうあと1個ですから。かなり入ってました、今回数が。ラスト、減らしてきました。ほんと1000円。お、サービスタリオゴールド。はい、終わりました。というわけで今回ですけども、およそ33万円使って、残りもコンタクト残ってないわけですからね。まあ、大当たりっぽいやつは、まあ、この3つからかな。マリオカート、バイオハザード、ゼルダっていう、このゲームソフトの中でも多分高いゲームソフトと、まあ、圧倒的に人気ある本体3つ。スイッチ、DS、プレイステーション4、しかも1テラ。で、これも LL なんでね。と、ラスト、このシークレットチケット。謎しかない。と、アルティメッツ。もう最強です。
ですよ。これなんなんやろっていう、もう遊び心しかないっていうね。これ一発で聞いたら感動やろ。感動やなこれは。絶対出んやろ、しないやろ。奥の奥やろ。とりあえずじゃあね、最初こっちもらいますから、ショーケース見せてもらいたいなっていうのがある。あ、このブラックアウトされてるショーケースの中身ちょっと見せてもらおうと思います。全部売り切れしたもんだけは見れる。これはもうこの闇を晴らす光っていうのは売り切れしかないですからね。ちょっと見せてもらおうと思います。何が入ってんのかな、ここに。UC やん。結構山積みが置いてある。うわすげえな、これ。プレス4もある。こうやって見たらめっちゃすごない？すごいこれ。いやこれすごい。うわこんな感じなの。シークレットとか引くの早すぎ。ミニとかも速攻引いてるし。これシークレット多分ないっぽいな、でもこれ。すごいな、バイオハザードこれ4やん。プレステーション4。うわこれはでも嬉しいな、もらったら。FC だこれ、なんなの？両サイドあるから。絶対。そう。遊べるやつ。おいいやんこれ。じゃあほんま結構おもろいな。有楽者やったら3000円で売ってるから。まあこれでも全部中身もらえるって感じ。これ全部やね、だってすげえな。あーテイルズ、これこんなんやったんや。あサンリオこれか。何これ。あこれがギルドワンか。あ小人図鑑、小人図鑑これ。あほんまや。パズドラね。これ何やねん、シュートブランド。あーダービーサリンゴールドめっちゃあるよ。フラッシュどこ行ったん。フラッシュ、あこれや。こんなあったんや。パズルゲームだよ。でこんな感じでね。あドンキドンキドンキ、絶対古いやつや。うわすげえなこれ、夢詰まってますね。全部これもらえますからね。これ総額どれぐらいなの。買ったら多分10万から15万もしくはこのソフト次第ですけど、まあ、20万いく可能性もありますね。でもこれはまあ言っても前座ですよ、はい、でも気になるのはこのシークレット。シークレットの響きがいいな。じゃあまずこのアルティメットじゃない方。いやもちろんそうでしょう。シークレット1から聞いてみたいと思いますね。1ね。じゃあこのシークレット1、まず1から。はい、では1は宇城和樹さんのサイン入り CD もらいました。もろに兵庫県入ってくれてくるんです。せっかくなんで兵庫県は。あれでサイン入り本人直筆なんで。もうまあ、この方は俺一回 DMM のパーティーに出会ったことあるんですけど、なんと兵庫県出身の方なんですよ。歌もやっとるし、元アイドルでもあるし、コスプレイヤーでもあるみたいな。結構マルチに活躍されてる方で、地元愛を掘り込んできましたね。まあちょっと好感度アップを狙ったんで今。はい、あの YouTube も最近されてるんで。あそうなんですね。確か始められるんで、はいはいはい、概要欄ちょっと貼っとくんでね。まあ興味ある方は行ってみてください。まあでもかっこいいな、ここまで来ると。サインがちょっとサインかっこいいな。かっこいいな。このサイン俺らでまあ無理やな。ちょっと俺も誰かサイン考えてもらおうかな。もっとかっこいいやつ。まあこれ興味ある方は探してみてください。 YouTube でも聞けるかもしれないです、もしかしたら。確かに。まあこれがとりあえずシーケット1個と。ちょっと不意をつかれた感じだな、ちょっとびっくりしたな。じゃあ次2個目のシーケット、シーケット。ではシーケット2です。これはすげえぞこれ。何これ、高級感漂うなこれ。こんなんなんかもうライアーゲームとかですね。ミーヒーの封筒やね。招待状みたいな。黒の封筒ってかっこいいな。かっこいい。見たことないもん。お何これ。何これ、指令書。指令書何やねんこれ。おおすげえ。3万円気取り屋の3万円チケットや。うわすごい。指令書、同封されたお食事券を使い、指定された3万円分の食べきるまで帰れませんよ、実行せよ。あれもなお、この指令は姫路焼き鳥ひどり屋野里店にて実行するものとする。では食のサラダの感じを期待する。最高司令官 Z。 誰やねん、誰やねん Z って。ひどり屋は結構俺もプライベートで何回か行ってますからね。帰れませんのやれと。こんな新しいパターンある。新しいな、これは。まだ3万円のチケットっていうのはすごいやん。確かに。これ3万円本物やねん、これちゃんとしてる。おしゃれやな、なんか。あこれはでもありがたい。3万円使い切るまで帰れません、今やったことないから。だからこれきついで、3万円は。だってこれひどり屋って多分390円、遠いって安いもんな、めっちゃ。これ3人ではきつい。助けてほしいとこやな、これは。アイビスから呼ぶか。アイビス消えますこれ。あ、わかりました。2つ返事で OK ですよ。応援を。アイビスと一緒に気取り屋3万円使けるまで帰れません。いずれやります。いや楽しみですね、これ。これ面白そうやな。いや面白そう。でこれがまあシークレットの2個目ナンバー2。まあ、3万円の価値があるよ。まあ、それ以上の価値がありますけど、ね、動画撮れるのか。まあまあまあありがたい、本当に。そしてラストアルティメット、これが何なのか。これはもうえ、これね、用意するのにかなりの額を払いましたし、相当な苦労をしてやっと手に入れた。え、あもうやばいですよ、やばいやばい。開けていただきましょう。何やこれ、めっちゃ気になるな、これ。そこまでハードル上げて大丈夫なんかっていう。でもそれの自信があるからこその。え、何なんこれ。え、うわマジで。え、うわ、有楽者の反抗してある。うわ、え、有楽者だぞ。あのぼったくり2名の店長が3万円の買い物券をよこしたと。これはでも
30万以上の価値があるね、これは。あの店長やからな、これ。ボタンでいいね。これめっちゃレアやな、このデザインが。しかもすげえな、これ。これ店長に購入もらってるんですか？購入をもらいます。これを価値を得るためだけに行きます。で、はじめましてって名刺渡して、いや、こういうことでいただけませんかと。飛んでいきますよね。これゲットしようか。多分最近でも10万は出さないともらえないですからね。これはすごい価値あるな。すごいな。3万分の買い物できると。有楽町で3万円しかければ買えません。いやー、これはすごいな。ちなみにこれって今後も実装するんですよ、お店で。動画の配信日から2週間、はい、2週間もしくは売り切れまで。ああ。1回転のみやらせる。ああ、じゃあもうそれ以降はもうなくなります。うわー、レースの内容もうほんま限定ですね、これ。中身は似たよ。中、まあ、同じで行かせていただきます。あ、中身は同じらしいんで、はいはいはい。まあ、今俺が出したやつが入ってるという形のガチャがあるんで、中身は分かってると思うんですけど、まあ、どれか出てくるって感じで、これでも出たら結構熱いけどな。みんなが回しとって、それでたまたま引いて、これ出たらもう、やばいで。かなり、まあ、これと一人用に関しては結構いい。まあ、本体もまだ3つあるんで、そのままでは、まあ、回すのは面白いかなと思うんで、まあ、興味はぜひやってみてください。いやー、これ、ここまで来ると、次期待したくなりますね。やり方の上。5000円ガチャ。いつか出てほしいですね。アイビスのこれからの闇に期待したいですね。なんかありそうな気がするんですけど。ありそうですね、正直。今だったらどこまでも上がりそうな気がするんでね。最後1万円まで行きたいですけどね。もう1万円ガチャ。いや、今回はね、売り切れまでやって、お金使いましたけどね。まあ、すごい面白い動画だったんじゃないかと思います。まあ、今日だったらぜひやってみるので、今日から僕はこれで終わります。ありがとうございました。でもそういえばこれあるんちゃう。ああ、確かに。これ最後にやるみたいな。これや。これ忘れとった。これなんだよ。どこまでやったか。どっちも狙ってたけど。いやでも絶対してた方がやろ。やってみますか、最後に。はい。うわ、え？うわー。まだまだボルデー。